ので、それでまず振り付けの方を先に見させていただきます。その次に、2時ぐらいになりますと、ピアニストの方いらっしゃいますので、そこから歌の今度は審査に入らせていただきます。授業をやるんですけども、ちょっと今回芝居系の方とかもういろんなミックスなので、ちょっとトータルでいろいろと見ていきたいと思いますので、そんなに難しい踊りをやってる人にとっては全然難しくはないんですけども、踊りをちょっとやったことない人は戸惑うかもしれない。でも全然大丈夫だと思います。堂々とやってほしいと思います。はい、はい、それでThank you.